こんにちは、カブパパです。12月の、終わりなんですが、東小屋キャンプ場に来てます。こちらちなみにですね、山登りやってる人は大体知ってると、バリアントですね、バリアントの52ですね。ちょっと新しいですね、いろんな道具を買ったんで、どれぐらい入るかなと思って、ちょっとパッキンしてみました。ほぼこの52にですね、今日の、キャンプ道具もほぼ入っちゃってますね。
まあ今日は雨降んないとは思うんですけどね、それともやっぱりあの靴とか濡れちゃうんで、本当に山行くときはですね、絶対これタープなんか持っていかないんですけど、まあ今日はあの、これは何歳かな、ずいぶん前に買った、ポンタ、あ、ペンタだ、ペンタ、ペンタシールドしたかな、ちょっと変わった形してる、タープなんですが、こちらを貼ってみました。本当はね、これペンタっていうのはあの150センチぐらいの支柱1本で、あとは全部あの地べたにですねペグダウンするんですけど、後ろにもですね、まあ、余ってるポールをですね、差し込んで、フライのように回してみました。それではまあお昼なんで、本当腹減ったな、まあ、ウェルカムのビールとですね、まあ、なんか作って、食ってですね、とっとと昼寝をかましてやろうかなと思います。じゃあとにかくですね、ウェルカム、ウェルカムじゃねえや、なんだ、とりあえずね、まあ、まあ無事に着いたということと、まあ無事にテントが立ったと、まあ、いうことを、まあ、祝してですね、いっぱいやりますか。ちょっとね、こんなのを買ってきちゃいましたね、サラミね。ではですね、味気ないですけど、とりあえず、ちょっと高いビール、おう、いただきます。ということです。キャンプじゃないとこの分厚く切るのはなかなかやんないですよね。今年はいろいろあってね、もう年末なんで軽く振り返ると、2月に今年初キャンプを、あの栃木県の北の方にある西那須野っていうところがあって、そこの、まあ、自治体が管理してるですね、綺麗なキャンプ場があるんですが、そこで一泊のキャンプを2月頃かなやって、で3月はね、河原でいろいろバーベキューとかやったんだけど、ちょっと体の調子が思わしくない時期だったので、まあ、大したことはやんなくて、まあ、4、5とですね、ちょっと病気をして入院してましてね、で、まあ、復帰してですね、まあ、元々やってたですね、山登り、まあ、ちょっとね、だいぶ体重増えちゃったんで、山登りするような体型ではないの分かってたんですけど、まあその時の、前やってた時の道具が、まあ、半分ぐらい残ってたんで、まあちょっと買い足せばですね、まあ良かったんで、まあ今回も、前使ってたやつでもボロくなっちゃったやつとか一気にこう捨てましてですね、まあ装備を新しくしてます。まあそんなあれで山登りがですね、どっちかというとこうアウトドアの遊びの中では今んとこ、こうメインになってきてますね。ただ昔こうやってたとか、まあ言う人かなり多いんだけど、あのどうしてもあのそういう人ってこう経験が物言っちゃってですね、あの深く考えないでやっちゃうんで怪我するんですよね。特に親父はね、俺みたいな親父なんかそうなんですけど、だから
ちょっと怪我しないようにですね、本当に初心に戻って、楽しんでます。先日もYouTube にアップしましたけど、冬のナスとかですね、冬山ですね、非常に危険ですけど、山登りやる人にとってはですね、一番楽しいんじゃないかな、冬は。そんな危険なことにもですね、徐々にやるようにしてます。じゃあちょうどね12時40分、ちょうどよく、腹が減ってきたので、昼はねやっぱラーメンがいいなということで、ラーメンをですね作っていきたいと思います。こんなねあったかいんじゃね、普通の夏缶で十分だったかもしれない。しかし暑いな、何度なんだろうな。しかし本当暑いですね。今下着プラスちょっとした上っ張りですけど、下着ジオラインのね分厚いやつなんで、若干汗かいてるぐらいで、どうしてもねこれ金属のホース癖がついてるんで、何も荷重かけてない時はこう浮いちゃってるんですよね、片っぽがね。これはこういうものにですねこうやれば解決するんですけど、何も乗っかってるだけとは限らないんで、こういう時もあるんで、コロッといっちゃうと怖いんですね、特にテントの中でやる場合はですね。でこれはですね、シナゴーバンっていう、ホームセンで売ってるやつですけど、ここに100均のですねすごい強力な磁石があるんですよ。直径1センチぐらいの磁石なんですけど、これをちょうど P136 の足の開きに合わせてですね貼ってみました。でどういう風になったかというと、こんな感じですね。くっついてね取れないの、マジで。ああこんな感じ、こうでしょ、ほらすごいっしょこれ。これやったらね、基本的にこういう風になるわけですよ。これ固定されてますから、この板っ端がこけない限りはですね、絶対当然これストーブもこけないです。これめっちゃくちゃですね安定してるんで、非常におすすめです。すでにやっちゃってる方いるかもしれませんけど、ただね、強力磁石を足の、位置に合わせてですね、貼っつけただけです。ビルはこれ、ちょっと賞味期限が怪しいやつから消費しようということで、僕のストックから持ってきました。こんなもんかな。どもどもでですね、今日はこれだけじゃ味気ないんで、いくらなんでも、チャーシューですね、結構なんか値段安かったんで、これを入れてみたいと思います。
ちょっと七味をかけます。あと胡椒、ここが胡椒の口なんで、こんなもんかな。よし。いやね、すごいチャーシューのね、油が溶けてすっごいいい匂い。あー、いい匂いたまんね。いただきます。でもチャーシュー薄いね。これじゃあ薄切りハムよりも薄いかもしんない。うまい。これはいいね。ラーメンね、美味しくいただくことができたんですが、また食うかって感じですけど、そろそろね、年末っていうことで、お餅なんかそろそろ旬ですよね。まあ旬ですよねって、まあ旬ですけど、ちょっとねスーパー寄ってったら、お餅だいぶお安く売ってたんで、ついつい買ってきちゃいました。そういえばね、これも今日初使用。今までね、これ欲しい欲しいと思ってて、もうどれぐらい持ってたかって、もうだいぶ何年も思ってたんですよね。発売になってからだから、もう 7,8 年経つんかな。プリムスのこういう似たようなやつは持ってたんですけどね、どっかを忘れてっちゃって。でユニフレームのこの焼き網がすごく、焼き網っていうか、これ遠赤出す網ね、特殊ななんとかこうってやつ、これがバーナーパッドでももうおなじみのやつなんですけど、これがいいんで、いつか欲しいと思ってたんだけど、つい先日やっと買いました。まあそんなあれで、ちょっとお餅でも焼いてみようかなと。マジうま。これはうま。
うめ、うん、うん、いいね。まだ1時45分だけどおやつ。今ですね、5時ですね、寒いんでちょっとやっちゃおうかなと思います。高千穂だって。あっち。これはね、ロック用なんだって。はい、それではですね、今6時ですね、そろそろ飯の準備をしていきたいと思います。今日はね、寒いし、ちょっと風邪気味なんで、鍋を作りたいと思います。一応ね、あのキャベツは、キャベツじゃないや、白菜は一口大に切ってます。ニラね、ニラ、ニラは中西かな。えのき、
豚バラですね。豚バラの薄切り。これは切んなくていいかな。めんどくさいから。一応具はですね。具は豚バラと、白菜とニラとえのき。豆腐ですね。寒い。これはキムチ鍋の素。結構美味しいらしいです。すごいなこれは。ほんとね多分ねこれ3人前ぐらいあったかもしれない、こんなに残っちゃいましたね。でもまあなんとか頑張って食います。よいしょ。うわすごいねが減ってる。
よし。おお。いや、できたみたい。ああ、うまそう。白菜ですか。開きます。食っちゃいましたね。6時55分。ちょっとお茶でも飲もうかな。でもこれすごいよね。12時間前、だから僕が朝家を出るとき沸かしたやつがですね、まだ湯気立ってるんですから、あの本当に山千ボトルは素晴らしい。なんだっけ、チョコパイですね。いちごのチョコパイ。いや、いいねこの組み合わせ。また太るね。ちょうど今7時ですね。あのね、今朝ちょっといろいろあって早く起きたんでちょっと眠くなってんですけど、
愛用の Kindle ペーパーホワイト、本ね結構もう30冊ぐらい入ってるんだけど、半分ぐらい読んでない本なんで、今日ちょっと時間もあるからゆっくり本でも読んでですね、眠くなるのを待とうと思います。今7時47分。さすがにですね、寒くなってきましたんで、テントの中に避難です。テントの中もさっきまでね、ここ開けっぱなしだったんで、軽く氷点下3度か4度いってると思うんですけど、ちょっとね、寒いね、とにかく。以前ね、ダウンのソックスカバーというか、なんか怪しいのを持ってたんですけど、しばらく使わなかったらですね、変な匂いがしてきたんで、これナンガのですね、ショートタイプですね、ちょっと買ってみました。すごい安かったんで、5、6000円そんなしなかったと思うな。今年はね、暖冬とはいえですね、さすがにこの高原山のふもと東小屋だとですね、やっぱり、マイナス5度7度マイナス7度ぐらいまで、普通下がりますので、僕のシェラフ的にはもう全然問題ない温度なんですが、今日はですね、ナンガのソックス、ダウンソックス、あとこれがオーロラのダウンパンツ、それと下にですね、モンベルの、プリマロフトだからなんとか、適当言ってますけど、そういうダウンで、それで、シェラフに入ると、厳重装備で乗り切りたいと思います。